はい、こんにちは、ショウタです。今日ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチじゃなくて、なんかポケモンのね、育成の例えば個体値、種族値とか、あとなんだっけ、あ、努力値かとか、そういう産地、いわゆる産地ってやつだったりとか、その、まあ、対戦に必要なポケモンの、そうなんか、まあ用意の仕方みたいのをちょっとなんか詳しく教えてほしいみたいな要望があったんで、ちょっとそれをね動画にします。で、まず産地っていうものがありますと。で、それが種族値と個体値と努力値っていうもので、ちょっとそれぞれ解説していくんですけど、まず種族値っていうのが、例えばこのラッキーっているじゃないですか、2体、このまあね、カーソルで選んでる、これどっちもレベル49で、どちらもラッキーっていうそのポケモンの種族値なんですよね。ラッキーだから。なんで、この今ヒットポイントとか、そういう素早さとか、そういう数値が今表示されてると思うんですけど、画面の右側に。それが全部一緒なんですよ。これは、同じポケモンだからっていうことです。で、そのポケモンの能力っていうか、用意しなきゃいけないことの中に、ある種族値っていうのは、まあそのポケモンごとに決まってるので、例えば同じレベル49でも別のポケモンだったらこう違う数値になってきますよっていうのが、能力を決める一つ目の要素です。で、二つ目が個体値なんですけど、これが多分ちょっとめんどくさいところで、このポケモン見る画面でプラスと押すとステータスとかこうやって切り替えれるんですけど、これで、一応見れますね。8世代だとなんか卵10個孵化するとかで見れるようになるのかな。7世代だとどういう仕様だったかな。7は確かそうだったんだけど、8がどうかちょっと、わかんない。僕も、昔から確か、最初からいきなりできたっけな、そこはわかんないんですけど、なんかやれば見れるようになるか、最初から見れるんですけど、ここに、ヒットポイントから素早さまでそれぞれ、最高とかなんか、まあまあとかって書いてあると思うんですけど、これが、個体値っていうもので、これはね、ポケモンの個体ごとに違うんですよね。なんで、例えば、これ全員同じか。レベル49の、同じラッキーでも、これは攻撃以外が全て最高なんですよね。なんで、攻撃と特攻か。こっちが特攻以外が全て最高で、こっちが攻撃以外全て最高なんで、この2体レベルも一緒なんで、攻撃と特攻以外の数値が全部同じだと思うんですよ。で、これがその、個体値っていう、もので、ポケモンごとに、種族が一緒でも、ポケモンごとにそれぞれ数値が割り振られているものになります。で、これをちょっと用意するのがめんどくさくて、まあ、負荷厳選とかをしてね、まあ、これを用意するんですけど、ちょっとその話については、口述するか、また、なんか別の機会に話すかもしれません。要望があればまた、明日、個体値厳選のやり方について話します。で、これを最高にするっていうのが基本です。ただ、いくつか最高にしなくてもいいものがあって、多分基本的に特別な調整をしない限りは、ヒットポイントと防御と特防と素早さは基本的に最高にして、そのポケモンを使う技、物理技を使うんだったら攻撃を最高にする、特殊技を使うなら特攻を最高にするみたいな。で、もう片方の方は別に関係なくなるんで、なんか別にどうでもいい感じはあります。まあ、一応特殊技を使うポケモンは、イカ様っていう技があって、こっちの攻撃の数値で威力っていうかダメージが変わる技があるんで、まあ、攻撃技、物理技を一切使わないのであれば、攻撃を一番低い、なんかダメかもにしておくのが、まあ、ベストではあるんですけど、僕はめんどくさいんでしてません。まあ、しなくても、まあ、あんま関係ないっす、別に。僕それ一切してないですけど、一回最終逃げた、取ったんで、別に。なんか、それより、最終1位とか取ってる人が、そこもこだわった方が絶対いいっていうんだったら、まあ、いいと思います。しなくても、まあ、最終逃げたまでは、いけます、一応。で、これが個体値っていうもので、最後が、努力値になるんですけど、例えば、何がいいかな。レベルが若干、これがいいか。ドヒドリでも全部レベルが違うね。こっちの方がいいかな。そしたら、このドヒドリでどっちもレベルが56で、個体値が攻撃と素早さだけがちょっと、お互い異なるんですけど、まあ、それ以外は基本的に同じですよと。で、防御と特防の数値が多分2体ともすごく違うと思うんですよね。こっちは249防御あって、こっち205しかなくて、その代わり、下のドヒドリの方が特防がちょっと高いみたいな。で、これが努力値っていうもので、努力値を振ると能力値が増えるんですよね。それの振り方の、なんて言うんだろうな。
こっちは防御に厚く振ってて、こっちは特防に厚く振ってるんで、まあ、それが変わってますよっていう話です。で、努力値については冠の雪原じゃないや、鎧のことの、あの、なんか、なんだっけ、なんかいるじゃん、あの、ダンテの、ダンデの師匠のジジイのさ、家にある自販機で買えるやつだったり、あと、エンジンだっけ、あ、町の名前全然覚えらんの、ナックルシティか、の、ポケモンセンターにいるこのお姉さんからもらえる、タウリンとかインドメタシンとかっていうアイテムで、努力値を振れるんですけど、努力値がね、なんか250に触れるんですよね、数値としては全部。ちょっと難しい話になるんですけど、250に触れて、8ずつで能力が1上がります。なんで、例えばドヒドイデに防御の努力値が上がるアイテムを例えば4つ食べさせると40上がるんで、8540で5上がるという仕様で、一応、最初の4だけが4で上げれる。そうね、説明が難しいんだけど、努力値を上げるために、努力値を振って能力値を上げるためには、8ごとに、努力値に、8ごとにこっちの実数値、防御240、こっちが1上がるっていう仕様になってて、ただ、最初の4だけは、4だけで実数値が1上がるんですよ。実数値ってのはこの、今右側に表示されているその実際に目で見て分かる数値のことですね。まあ、努力値はちょっと内部データみたいな感じなんで、あの実際には見れないんですけど、なんで例えば基本的に振り方として8の倍数足す4になるかな、か、まあ、4だけ振るとかが、まあ、一般的です。それ以外、例えばだから2とか、あとその4振った後に6も追加で振るとかっていうのは数値に変化がないので、無駄になっちゃいますよっていう話です。努力値、そんで、まあ、これの振り方についてすごくこう、例えば同じドヒドイデでも防御に厚く振るのか特防に厚く振るのかで、例えば、まあ、ロトムのじゃあボルトチェンジを耐えるのか耐えないのかとか、そのどのラインまでの攻撃を耐えれる耐えれないとかっていうのが結構変わってきたりするんで、この調整は、まあ、特に受けポケモン作る場合とかはすごい結構変わってくると思います。あと素早さについては、相手より素早さが1速いだけで必ず先に攻撃できる、行動できるっていう仕様になるので、結構その素早さのラインだったり、まあ、ヒットポイントと防御特防でどこまで攻撃を耐えるのかとか、攻撃をどこまで振ればどのラインまで確定で倒せるのかとかっていうような、まあ、そのいろいろなんていうんですかね、神々の戦いがあります。どっちに振った方がいいみたいなのが。で、あと最後に、努力値、個体値、種族値、反射から、性格か。性格があって、この画面に表示されてるヒットポイントから素早さの中で、青い文字と赤い文字になってるところがあると思うんですけど、これが、まあ、性格補正っていうもので、このドヒドイデ、今表示してるドヒドイデは、青い部分が下がりやすいんですね。その、普通の状態より。で、攻撃がこれは下がりやすくて、赤い部分の特防が上がりやすいっていう仕様になってます。なんで、ポケモンによって、まあ、攻撃が下がりやすくて、防御が上がりやすいとか、いろいろあります。で、これはね、なんて言えばいいかな。なんかその、さっきの努力値みたいに、なんかいくつ振ったらいくつ上がるみたいな、そういうノリじゃなくて、元の種族値になんか 1.1 倍だっけな、とかっていう倍率がかかるみたいなノリ。で、下がりやすい方が 0.9 倍になるとか、そんな感じだったかな。直話しか覚えてないんですけど。ま、実際その、細かいこと知らなくても、とりあえずその、なんか対戦で使えるちゃんと個体を用意できれば別にどうでもいいんで、なんか、まあ、ちょっと、趣味の領域です、ここからは。なんだけど、個体、その性格だけは一応ちゃんと整えた方が良くて、例えばドヒドイデって物理技を基本的に使わないんですね。まあ、中には、その、毒好きとかっていう物理技使う個体もいるんですけど、それを使わないドヒドイデは攻撃がもう一切意味ないんで、攻撃が下がりやすくなって、その代わりに、まあ、防御だったり特防だったり、まあ、そのこれはどの攻撃を耐えたいかによって変わってくるんですけど、そっちに振ってます。まあ、ドヒドイデは最近は僕が使っているところで言うと、ヒットポイントと防御に努力値を振れるだけ振り切って、あまりを特防に振って、攻撃が下がりやすい性格で防御が上がりやすいっていうその性格にするみたいなドヒドイデを使ってますね。で、この辺のポケモンごとに、その何が下がりやすくて何が上がりやすい性格が良くて、どのところに努力値を振るべきかみたいなのは、結構その、なんて言うんだろう、テンプレートみたいなのがもちろんないわけじゃないんだけど、
まあ、実際結構そのなんて言うんだろう、ちょっとここ削ってこっちに振った方がベストだよねみたいな調整がいろいろあったりするので、まあなんかそれについてのそのいろいろ記事を読んだり調べたりみたいのはいいと思います。あのシーズン終わりに強い人がみんな構築記事2000以上の人が大体書いてるんで、それ読んで、ああこういう振り方した方がいいんだとかっていうのを、でなんでその振り方にしてるのかとかっていうのをよくなんか理解するのがすごい大事だと思いますね、っていう感じかな、厳選については。まあ、とにかくその性格で、性格ごとに、例えば陽気な性格だったら、性格って表示されるじゃん。ここで、ここかな。図太い性格、こいつは。だったら、攻撃が下がりやすくて防御が上がりやすいとかっていう、まあ、仕様があったりするんで、まあ性格は一応後から後天的に無理やりね、人格改造して変えさせることもできるんですけど、まあ、厳選、結構それが高価なアイテムだったりするんで、厳選するときは基本的に性格を、まず指定したい性格にする。っていうところと、個体値を、まあ、必要なところを全て最高にして、まあ、いらないところは無視してもいいんだけど、そう。っていう感じですかね。まあ、厳選の方法はまたちょっと、まあ、なんか確立された手法があるんで、それをやるといいと思います。必要があればそれもまた動画にします。とりあえず、まあ、僕が普段対戦で使ってるポケモンを、まあ、どういうそのなんか理屈で用意してるのかっていう話だったんですけど、こんな感じで平気かな。じゃあ要望をくれた人からは、なんか、産地がよくわかんないとか、っていう話を聞いたんで、それをざっくり、ちょっと説明する感じだったんですけど、具体的な用意の方法について、また、機会を改めますかね。まあなんか、メタモン、性格いっぱい持ってるといいよねとか、個体値のいい、まあこういう6位メタモンみたいなのがあると、とか、あと、こういう 5V の、これは偶然ちゃんだっけな。なんかこういうメタモンがあると、すごい、いいよっていう話があるんですけど、まあ、なんかググっても出てくる情報ではあるから、なんかもし分かんないところとかあったら、別にググってもいいし、コメントしてくれればまた、なんか動画にするんで、今ね、今シーズンのポケモンを、まあ、趣味程度にはやるつもりでは いなくはないんだけど、なんか、構築も用意できてないし、厳選もまだやってないみたいな感じなんで、まあ、それまでのね、なんか、つなぎみたいになっちゃったけど、まあ、内容についてはそれなりにちょっと、大事なことを喋ったつもりではいるので、必要があれば補足もします。コメントで書いてくれたら、動画にするし、まあ、コメントで、なんか説明する場合もあるんで、まあ、気軽にコメントしてください。という感じです。じゃあ、また対戦の動画はやるかもしれないので、よかったら見てください。じゃあ、おっつ。